モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はモンキーフリップロストの店長高橋が7月26日まで開催していた新作展示会場、こちらからモンキーフリップの新作砂の嵐のコレクションの一つをご紹介させていただきます。本日紹介するメガネはこちら、2020サマーコレクション砂の嵐よりロプロス、こちらのモデルを紹介させていただきます。まずこちらのフレーム、最大の特徴はこのフロントに大きく描かれた鳥の羽、こちらがですねリプロダクトプリントという特殊な加工で施されています。これアップで見るとですねよくわかると思うんですけれども、かなり細部まで細かくプリントが出てまして、で立体感、触るとですね立体感もある、そういう特殊なプリントになっています。横から見たり上から見たりしても少し凹凸が感じられる、そういう特殊なプリントになってます。でこちらは再三お話ししているかもしれないんですけれども、サバエの一つの工場でしかできない特殊な技術になっています。でこちらのフレームなんですけれども、さらにプリントをですね全面にするわけではなく、ブリッジとこのフロントの外側の下の部分だけプリントをせずに、それ以外のちょっとこうイレギュラーな形でプリントを施すことによって、かなりこの個性的なカラーリングが完成しています。サイドもシンプルなテンプルなので、カスタムベースとしてもすごく魅力的な一本になっています。でこちらのフレームなんですけれども、ラインナップがこちらがブラウンのフレーム、ブラウンデミのフレームに白の羽、同じくブラウンデミにパープルの羽、ブラウンデミブラックにブラックの羽、クリア系のブラウンにグリーンの羽、こちらの4色で展開しています。最初に見てもらったこちらのブラウンデミに白い羽と、例えばこのブラウンブラックデミのブラックの羽、同じフレームなんですけど結構印象が変わりますね。どちらが好みかは結構分かれるところですけれども、フレームで個性を出したい方も、さりげなくおしゃれにしたい人も、どちらでも対応できるようなカラーバリエーションになっています。実際にかけてみます。こちらのフレームはかなり遊びが効いてます。こちらのフレームはカラートーンが落ち着いているのでシックにかけられます。その他にもさりげないグリーンカラーの羽のフレームと、またこれも少し遊びの効いたパープルの羽のフレーム、どれも少しずつイメージが変わってくるのでも面白いところですね。はい、いかがでしたでしょうか。このすごく綺麗な羽がリプロダクトプリントされたロプロス、そのままメガネとしても存在感がありますし、場合によってはカラーレンズを入れてサングラスにしちゃっても面白いかもしれません。そしてさらに
カスタムベースとしてももってこいだと思います。皆さんもぜひこのメガネをかけて思い思いのロプロスを楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは本日はモンキーフリップロストの店長高橋がお送りさせていただきました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。